暗い明るいじゃなくてね、それはね、あの最近流行りのピコ太郎のネオサングラスですね。はい、ということで、まあ寒いギャグみたいな変なのを置いといて、まあなんでこの動画急に始まったかというとね、今がね、俺ついに免許センターに行くということで、あのですね、あの文化祭がね明日なんですけど、その前後でね、なんか代理休暇みたいなのもらったんでね、まあ前は文化祭が前のだから、今日に当たる日はまあ休みの理由は文化祭の準備みたいな理由で、その文化祭の後は本当にあの明日が祝日なんで、その代休みたいな感じで、まあ2回チャンスを得れたということでね、免許センターに行くしかないということで、まあ今日失敗してもまあ2回目はあるということで、まあ1回目行っていきましょうということなんですが、まあ1回目クリアしたいという吉田です。はい、まあ心境をね分かっていただけたでしょうか。まあとりあえず、まあ今に状況を移すと、まあ見ていただける通り、これこの暗さです。まあ時刻が5時5分ぐらい、まあ早朝ですね。あのですね、8時半にあっちの受付が始まるんですけど、8時半か9時15分かな、多分始まるんですけど、まあそれまで行けばいいんですけど、まあウルトラ教室ってあるじゃないですか、あの例のやつ、それをね一応ね、またね俺バイクの時も受けたんですけど、受けときたいんで、まあ早めに行くということで、あれね6時から6時半までの受付なんでね、望ましいのか、そしたら、ね、全部聞けないんで、だからね、そう6時10分ぐらいにあっちについてないとね、ちょっと計画がねちょっとずれ込むんでね、まあ早朝のね、もうほんとガチの始発で行かないと間に合わないんですよ。本当に今回初めて始発乗るかなって感じです。前は送ってもらったんだよね、親に。だからね、意外とね、うん、始発って初めてかもしれない。いやー、暗いもんだね、夜。いや、夜の暗さ知ってるんだけどさ、あの深夜のバイトしてるから、あの、なんか深夜バイトで、まあ、まあ例のガストなんですけど、まあ、よくね、週に1回はこの時間になるんですけど、帰りが。その時はね、別にね、なんか、ああ、明るいな、今日もって感じなんですけどね、まあ、自分が出かける側になるとね、結構暗いもんですね、これ。いやー、だから、うん、今日ね、家出るときに、あの、なんだろう、こう、今から出かける側と、今から帰る側って感覚違うんだなと思いました。帰る側からしたら明るいんですけどね、行きからしたら結構暗いですね。で、夜って感じですね。はい。まあなんかね、その世間話みたいになっちゃってますけど、俺もね、これ朝からね、起きて、朝早く起きてね、こう行かないといけないんでね、ちょっとモチベーションが低いんでね、まあ上げていこうかなっていう意味でね、一応動画を撮るっていうね。最近まあ一人で動画を撮っちゃうって癖がね、ついちゃったんですけどね。まあモチベーションを上げるためだと思って、そのなんかね、嫌なことというかね、めんどくさいことがね、これからあるなって思うとね、動画を撮ってモチベーションを上げるっていうね、行動に出ちゃうんですよ。あのね、なんだろう、このね、気分が落ち込んだ時にね、はい、よっこいしょ、吉田ですって言うとね、なんか気分が盛り上がるっていうね、謎の現象みたいなね、そんなのが最近あるんでね、まあ気にしないでやっていこうと思います。はい、今はね、まあ自転車で最寄りの駅まで行ってると途中ですね。こっから駅乗って、まあ、1個乗り換えして、またもうちょっと乗って、まあ、まあ、埼玉なんでね、ここは河野線に着くという感じですね。1時間ちょいですかね。1時間半ぐらいですね、多分。はい。じゃあね、もう少ししたらこの動画切れてね、河野線についてるかなと思います。もう話すことないかな。まあ、とりあえず、まあ、道中ね、寝ないように頑張ろうと思います。俺、本当に朝弱いんで、まあ多分星野の方が朝弱いと思いますが、まあ朝弱いんで、まあ頑張って電車の中は寝ないようにしようと思います。なんなら、あの、免許取得用のアプリでちょっと、模擬問題を解いてようと思います。では、じゃあ次はコーノスです。Here we go!
ちょっとなかなか撮影する機会に恵まれなくてね、結構もう時間があれから経っちゃって、今は10時10分ですね。もう試験は終わりました。あのね、まあところどころっていうか、まあウルトラ教室行くまでにちょっと軽く撮っといたのと、あとここに来るまでにちょっと横断歩道渡るまでちょっと撮っといたのがあったんで、とりあえずまあそれで道中を確認できたかなと思います。で、俺の番号が247番ということで0247ですね。で、まあもう試験は終わったんで、あとはこの番号が全部合格者表示されるの待ちって感じですかね。はい、まあちょっと五分五分かな、少し自信あります。取れてればいいなと思います。まあ、もう一回チャンスあるとはいえね、さすがにね、2回もねこんなところに来たくないんでね、遠いんでここ、まあ一発で終わっちゃいたいなと思います。今日ね免許証持って帰って家に帰りたい、それでまあ明日明後日はのんびりしたいっていうのが、まあ俺のねわがままというかね決意ですよ。まあ合格発表、また次多分これ終わったら合格発表の動画を置くと思うんですけど、まあそこも多分喋れないんで、ここまあ番号をこう見て上でこうやって電光掲示板で、おあったみたいな感じで行こうと思います。じゃあ次合格発表までちょっと待ってみます。じゃあ合格発表どうぞ。長い、受験番号のね表示までの時間がね長い、長すぎる。最初にね原付免許がねまあ発表になったんですよ。でね、その次来るのかなと思ったら自動二輪のね発表があったんですよ。でね、その次来るかなと思ったらね、あのなんだっけ、運転の方の試験、俺は学科しか受けないんですけど、卒業したんで教習所入ってないとかの理由で運転の試験も一緒に受ける人の発表があって、まあ今そこまでなんですけど、なんとこのね一つ一つの発表の間にね20分ぐらいのねラグがあるんでね、すぐ発表されるって言われたのにね、これかれこれ1時間経ってるっていうねクソみたいな状態ですよ。まああとねプラスでね20分ぐらいかかんじゃないかなと思ってね、木林また外出てきました。あそこねちょっと人いっぱいで息苦しいんでね出てきちゃいました。でね、まあそれまでになんか写真入れたじゃないですか、ご飯の。あれはね、あのなんとさっきいつこの教習所免許作るまで時間かんだろうなと思って、なんとなくネットで調べてたら、なんかこの埼玉の鴻巣免許センターのソウルフードなんか B級グルメみたいな、ジャンクフードみたいなやつで、なんかパンチ丼って言ったかな、パンチ丼っていうのがあるらしいんですよ。で、まあそれを食べた写真をね載っけました。大変美味でございました。簡単に説明すると、あの丼にもつ煮込みをドン乗せただけです。まあ、簡単ですね。でもまあ俺自体がもつ煮込み大好きなのもあって、もう七味かけてね食べてね、凄まじいうまかったです。あれ、まあ、これだけ食べに行きたいぐらい、ここに。いやー、あれはね最高の出会いやった。やっぱね奇跡的な出会いをしてよかった。ネットで調べて、あれは美味でございました。まあね、本当に免許の更新とかね、免許取りに来たとかじゃないとね、鴻巣まで来ないと思うんですけど、まあ来たらそこの1階の食堂で、まあパンチ丼かパンチ定食みたいなのあると思うんで、まあ食べていただけたらと思います。本当はね、あのその場でねグルメリポートしたかったんだけどね、あまりにも人が多すぎてね、ちょっとできるような状態でもなかったんでね、あと俺も恥ずかしいですし、なんで後々この動画で言っていますっていうことです。じゃあね、
もうちょっと待ってみますか。ああ、パンチがうまかったな。もう一杯ぐらい食べたい。はい、じゃあ待ちましょう。試験室3、2階第2試験室、それぞれの教室へお戻りください。やってやったぜ。取れたぜ。これであとはもう安心。もう俺はね、もう変な標識の勉強とかしない休む。よっしゃー、明日文化祭行かなくていいや。うん、寝る。明後日代理休暇だけど、2回目のチャンスだった日なんですよ、本来は。明後日が。でもね、もう何もやることなくなったんで寝る。うん、2日連チャンで寝る。冬眠ですよ。春眠かな。うん、就眠だね、就眠。うん、まあ、細かいことはいいや。ちょっと舞い上がりすぎて意味がわからないことになってる。ね、ちなみに、96点だったんで、2問ミスですね。5問ミスするとアウト。5問ミス以上するとアウトなんですよ。星野さんになっちゃうっていうね。まあ、さすが今の星野悪かった。うん。でも2問ミスなんで、まあ、いいでしょう。96点。まあ、好成績ですよ。100点目指しちゃかったけど、まあ、吉田はそんな真面目じゃない。吉田は、2問ミスでいい。3問ミスとかしてないから、まあ、有行ではないけど、行ですよ。まあね、あとはまあ、3時半に免許ができるって言ったんでね、それまで待ちますよ。まあ、ね、寝る。寝るしか言ってねえな、俺。寝る。はい、じゃあね、うん。じゃあね、締めようとした時、まあ、一言だけ付け足そう。鴻巣駅と言ったらね、動画にも来てるんですよ。実は鴻巣。俺と星野さんで。何かというと、ネガポジの、吉見百穴の時ですね。あれ鴻巣駅からバスでなんで、でも、おそらく同じバスなんじゃないかな。うん、同じバスで、多分遠くまで行くと吉見百穴まで行くんだと思う。まあね、もう、鴻巣には、まあ動画で用はないかなって感じですね。なんで、とりあえず最後、駅前だけ撮って終わりかなって感じです。じゃあ、またちょっと経ってから会いましょう。トントン。はい、どうも。鴻巣駅の駅前に戻ってまいりました。吉田です。いやー、免許証、無事手に入りましたよ。これでね、漏れなく俺ももう、教習所関係の出来事というか、車の免許取得関係の出来事とは無縁になりました。これはね、もうイエイって感じでいいんじゃないでしょうか。ちなみにここはウルトラ教室です。駅があそこで、ウルトラ教室ここです。今回近い、出ればすぐウルトラ教室しかないようなもんですね。それはすぐにいい席だか、結構でかいショッピングモールがあります。まあ行きん時に全然ね紹介できなかったんで、軽く。まあ、鴻巣駅はこんな感じです。はい。じゃあ、そろそろ帰ろうかな。免許も取れたし。ちなみに今現在時刻3時23分です。いやー、ここからね、1時間かけて帰るんでね。まあ、朝5時。始発から3時半まで長い戦いでした。朝ね、弱いからね、結構眠いですよ、今。あんま寝れてなかったんでね、昨日の夜。いや、帰ったら寝たい。でもね、忘れてた。バイト。こっから先、6時からバイト。1時間ぐらい休んでバイトですね。まあ、頑張りますか。いや、今回は以上ということで。グリーン車に乗ってしまった吉田。やべえ、誰もいねえし、なんかちょっとワクワクするぞ、こういう。いや、そう。
どうやって脱出できるんだ。こっちか。あ、違う、これ2階上がっただけだ。自動なの。ここ開けたらいけるか。